ったちょっとちょっと、なんじゃ創造師、昨日のは一体何だったんですか。あの人たちうちの関係者じゃないですよね。大方ヤンレン様が昔のよしみでお声をかけたのじゃろう。さあ、無駄口を叩いておらず、お主は仕事をせい。仕事って何をしろって言うんですか。そりゃあ書類の作成や税の徴収、民からの嘆願の処理、やることは山ほどあるのじゃぞ。はあ、その前に大事な仕事があるでしょう。何があるというのじゃ。そりゃあ大殿からのご加盟ですよ。繊維発用か。そんなものは歳や水霊にやらせておけばよい。わしらはわしらの仕事をするのじゃ。そんなこと言わないでくださいよ。ここでアピールせずに、カオたちはどこでアピールするんですか。カオは放置されるのが一番嫌いなんです。放置プレイ反対派です。ここでアピールしなきゃいけないんですよ。天の国の言葉を連呼しようって赤星。大体パオは軍師ですし、オシさんだって前線に出ることもあるんですから、立派な孫悟の将兵でしょ。これでもう逃げられませんよ。さあ行きますよ。新恋姫無双革命孫悟の血脈、発売まであと6日じゃ。あら違いますよ、オシさん、あなたそんなやる気ない系じゃないでしょ。そんなだから行き遅れ。発売まであと6日じゃ。みんな、我らが主の活躍を座して待つがよい。そこは全裸でが定番ですよ、おしさん。